どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日の質問はワンちゃんに分かりやすい指示って何ですか？はい、皆さんもね、指示を聞いてくれないとかね、そういうことで悩むことってあるんじゃないかなって思うんですけども、まずね、指示って何かっていうと、私たちが何か言って何かしてくれること、それで私たちはね、指示を聞いてくれたっていうようなね、解釈になるんじゃないかなって思っていて、ワンちゃんたちからするとどう見えてるのかなっていうところですよね。例えば言葉だけで聞き取るのってワンちゃんたちにとってどうなんだ？人って会話するじゃないですか。例えば座ってくださいって言われて座るとかね、来てくださいって言われて来るとかね。でもワンちゃんたちって基本的には会話でコミュニケーションをするっていうことはあんまりないと思うんですよね。もちろんね、吠えて意思を伝えたりとか音を使うっていうことがまるっきりないわけではもちろんないです。ただその音自身が何か意味合いを持って何かを伝えるっていうことはね、犬同士の中ではないんじゃないかなって思っていて、会話っていうのは人間特有のコミュニケーションなわけですよね。なのでワンちゃんたちにいきなり私たちが喋ってることを聞いてやりなさいって言われると混乱するっていうことが多いんじゃないかなと思っていて、ワンちゃんに対して指示を通したいって思った時に、まずは私たちからするとワンちゃんたちのそういった行動を見つけてあげるのがすごい大事になるんじゃないかなと思っていて、ああそれそれっていうことですよね。それをしてほしかったんだよっていうのを見つけていく。例えばワンちゃんがお座りしてほしいって思った時に、おやつを使って誘導、フードを使って誘導して座らせるっていうのも一つ方法としてはあると思います。ただどうしても座ってくれない子たちって中にはいるんですよね。そういう子たちの場合ってたまたま座ってくれた、別に言ったわけでも何でもない、座ってくれた、あいい子だね、それがお座りって言うんだよっていうのでも覚えてくれる可能性っていうのはあるし、あとは例えばお座りしてほしいなって思った時にお座りをいきなりするわけじゃなくって、まずは頭の位置を高く持っていくと、その分お尻が落ちてくれるってなってくると、本当はそのままギュッてお座りまで誘導したいよねと思っても、そこまでするといやいやってなって立っちゃうとかってなったら、でもまず上を見るっていうのを一つの工程としてできてるよねってなってくると、上を見た瞬間にいい子だねって言って褒めてあげたりすると、上を見るのが増えてくると、今度自信持って上パッて見ると自然とお尻が落ちてくるみたいなね、こういった形ですね。なのでワンちゃんたちに対して何か言うこと聞いてほしい、それをいくら言ってもなかなか難しいことってあるんじゃないかなと思っていて、もちろんね、たまにはすごくね、察しがいい、勘がいい子とかっていうのがいてできちゃうっていうことも泣きにしもあらずなんですけども、そんな子って本当にごく一部で、大体の子たちの場合は分かりやすい指示、短く教えてってあげるっていうことと、それができた瞬間、もしくはそれができそうな瞬間、もしくはできているところまでですね、そうだねっていうのを教えてってあげると、とりあえずここまでは合ってるんだねっていうのが分かると、そこまではね、ワンちゃんたちもやってくれるようになってくるんじゃないかなって思っております。なので指示が通らないってなってくると、例えばできてないからワンちゃんに何回もやり直しさせるってやっていくと、そもそも何したいのかワンちゃんたちも分かんなくなってくると、できてたことまでできなくなっちゃう、そんなこともあるんじゃないかなと思っていて、一番大切なことっていうのは、私たちが教えたいことっていうのがあると思うんですけども、それ以前にうちの子ってまずどこまでできてるのかな、できてないところを教えたいの前に、まずできてるところまではしっかり褒めてできるようにしてってあげるっていうところですね。そこから今度足りない部分を後から少しずつ足してってあげるとできるようになってくる、最終的には言ったらできるから指示が通るっていう形になるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、そんな風にして教えていただけたらいいんじゃないかなって思っております。はい、というわけでね、私は大体のワンちゃんはやりたくないんじゃなくて迷ってるだけっていうことが多いんじゃないかなって思ってます。じゃあ迷わないようにするのにどうしたらいいか、私たちの声のかけるタイミング、誘導の仕方、それ一つで変わってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、ワンちゃんに何か言うこと聞いてほしいなって思った時には、今この子は何で迷ってるのかなっていう視点で見てあげて、助けてあげるつもりでトレーニング入ってみてはいかがでしょうか。